イカです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、今日の企画は私の筆箱の中身紹介です。私の初単独企画です。チャンネル登録解除しないでくださいね。この筆箱はゆらりとデコった筆箱なんですけど、なんか派手って言われて自分でも派手だなと思ったので、ちっちゃい星とかを外しました。中身です、こんな感じです。じゃあボールペンからいきます。待って、ここ壊れてるね。まあいいや、ディズニーで買ったシンデレラのボールペンです。で、これはディズニーで買ったわけじゃないんですけど、ミニーのボールペンです。次がシャーペン、普通のシャーペンが3本あるんですけど、これが学校の友達がいらないからくれるって言ったやつで、これもラプンツェルのクルトが学校の友達がいらないからくれるって言いました。で、これはなんか家にあったクーのシャーペン、めっちゃちっちゃいんですよ。これかわいいから持ってます。色付きのシャーペン、これはピティさんがくれたんですけど、なんかよく使う3本だけ持ってます。で、これについてた消しゴムがあって、で、なんかモノの消しゴム使ってたんですけど、なんか昨日なくなったので、カド消しとモンスターのやつ2個、すぐなくすから2個入れときました。で、スティックのり、つむつむのスティックのりと、これも友達でもらいました。で、ここにシール貼りました。なんか落ちた。物差し、これは10センチまでしかないです。で、次はこれも友達にもらったんですけどめっちゃもらってる。ノートにのりで紙貼る作業がすっごいめんどくさくて嫌だから、クリップでプチッていつもやってます。このクリップはゆらりにクリスマスプレゼントで交換した時もらいました。これは家にあったやつで、これピンクの骨と黒い足です。で、ハサミ、前紹介したことあるけど、こういうハサミです。付箋、これも友達でもらいました。謎のプリが1枚学校の友達と撮ったやつ。中身こんな感じです。それでなんかこういう箱を持ってってるんですけど、あんま使わないけど、クリップが3つとホッチキスとかセロテープとかホッチキスの芯が入ってます。お気に入りを紹介します。色っていっぱいあるんだけど、じゃあまず1つ目のお気に入りはこのカラーシャーペン、細いから文字書くんじゃなくて黒いのを線引いたりとかするのに使ってます。それでクリップ、クリップは本当にないと糊を使わなきゃいけないんで、すっごい面倒くさくないですか、こうやってやってピッてくしゃくしゃってなるしね。だからもうクリップで秒で終わらせてます。お気に入りはこの2つです。どうでしたか？どうだった？初めて一人で撮ってみて。なんか周りに今人いないからシーンって感じ思ったよりリラックスしてできたから、ゆらりほどうまくできなかったもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。